はい、衝撃です。YouTube で AI 生成コンテンツの削除リクエストが可能になりました。こちらの方のニュースなんですけれども、テッククランチの方にあったニュースです。YouTube が AI 生成の声や、顔ですね、を模倣した場合、そのコンテンツを削除、リクエストできることが可能になったっていうお話なんですね。昨今ですね、YouTube の方で AI で生成された、その顔とか、声とかがですね、まあ、たくさんこう出てきてるっていうところもありまして、で、YouTube 側がですね、新しいポリシーを導入したっていうことなんですね。で、こちらの方なんですけれども、まあ、ポリシーが変更された内容ですね。まあ、YouTube が新たに AI 生成コンテンツの削除リクエストっていうことで、付け加えられて、プライバシー侵害の報告、AI 生成コンテンツによる合成のコンテンツがあなたの容姿や声に似ている場合には報告くださいっていうことで書かれてるんですね。で、削除対象になるのは、まあ、要望した本人に似ているコンテンツのみ、ということみたいなんですけれども、まあ、削除のリクエストの手続きなんですけれども、まあ、リクエストはですね、まあ、プライバシー侵害の、申し立ての手続きとして行われる、まあ、その特殊な内容のところがあるみたいでして、まあ、要望を受けますとですね、YouTube は対象コンテンツをアップロードしたユーザーに対してですね、ポリシー違反ですよっていうことで、まあ、通告をするわけですね。で、ユーザーには48時間以内に執行が、与えられて、まあ、それまでに何ともせえへんかったら YouTube、申し立てを受理して、なんか対処されるっていうことなんですね。で、まあ、この、削除の申請なんですけれども、まあ、本人が、まあ、一応、申請するのが基本なんですけれども、まあ、ただですね、未成年である場合とかですね、もうお亡くなりになられていらっしゃらない方の、誹謗中傷であった場合であっても、まあ、第三者でもその申請はできるっていうことみたいなんですね。で、まあ、これを受けた内容の、ユーザーはですね、アカウントの停止処置とかですね、バン食らうっていうことみたいなんで、まあ、まあまあまあ、何回も何回もこう繰り返していらっしゃると、まあ、YouTube ちゃんのチャンネルがなくなってしまうっていうところもあるみたいです。はい。まあ、こんな感じでですね、まあ、削除の対象となるのがですね、まあ、模倣っていうことで、やっぱり、いろんな形で模倣のですね、まあ、ディークフェイクみたいな感じの動画がたくさん出てくるわけなんですけれども、ただ、ここでですね、本当ね、誤解を招くようなコンテンツっていうところの報告っていうところが、ちょっと曖昧な部分もあってで、これ限定されてるのが本人に似てるコンテンツのみっていうことなんですね。なんで、まあ、そうでない場合のディークフェイクの動画に、至っては、まあ、誤解を招く、コンテンツっていうことで、認証されない場合は削除対象ではないっていうところもあるみたいなんで、まだまだこの辺ですね、ポリシー違反の内容がちょっとより進んでいくような感じのところは見えてくるのかなというふうに思いました。はい。皆さんもですね、間違えてですね、なんかなんか、まあ、近くにいるムカつくやつの、まあ、AI でちょっと作っといてね、アップするようなことするとね、どんどんこんな感じでね、ポリシー違反ですということで、バンクラウンで気をつけてください。はい。7月2日 AI ニュースカーゴンがお届けしました。はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。このチャンネルですね、動画が良かったなというふうに思う方いらっしゃったら、ぜひいいね、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ちなみにですね、チャンネル登録後ですね、こちらの方の登録済みっていうところを押して、すべてっていうふうに切り替えていただくと、新着の AI ニュースの方がお知らせが届くと思いますので、もしよかったらそちらの方もよろしくお願いします。次回もですね、最新 AI ニュースの方をお届けしようと思いますので、よろしくお願いいたします。ご意見とかね、ご質問等ありましたら、コメント欄にお気軽にお寄せください。では、どうもありがとうございました。またね。